みちゃん、酸っぱいのはちょっと多分想像と違います。違いは 100% 果実発酵。美味しいビューティービネガーみちゃん、始めようみちょかつ。みちゃん、いつもはどんな飲み方してるの？例えばこう、こうとか、これも、これも、これも。ちょ、まだ続くの？続く秘訣は 100% 果実発酵ビューティービネガーみちょ、続けようみちょかつ。今田さんとおられます。今田美桜さん、楠田麻美さんです。よろしくお願いします。酸っぱいのはちょっと。本当にごくごく飲めちゃう。美味しい。始めましょう。はい、カットです。何でもサラダにも何にでも。じゃあまだ続くの？いろんなとこやってくれてるんです。サラダにも何にでも。まだ続くの？美味しかったです。ありがとうございました。はい、今回は臼田さんとご一緒させていただいて、こういうピンクの世界観の中。臼田さんとこう会話をしながらみちょを楽しむという撮影で、とてもリラックスして楽しかったです。はい、そうですね。今田さんと会うのも初めてだったので、どんな感じになるかなって思ってたんですけど、本当になんか楽しく撮影ができて、リアクションもちょっと素っぽいというか、なんか普通に笑っちゃったりとかして本当にリラックスして撮影ができました。私はなんでしょう、ずっと拝見してて、いやいや本当になんでしょう、可愛らしくて自然体ですごくすごくなんでしょう、今日会うの本当に楽しみにしてました。はい、ありがとうございます。はい、私は本当たくさんね、テレビつけてたら見ない日はないというぐらい本当にたくさん見てるので、まさかなんか自分がご一緒するとはっていうなんか驚きもあったんですけど、本当にたくさん私がもう本当余計な質問とかいっぱいしてるんですけど全部快く答えてくれたり、私の失敗を笑ってくれたりして、場の空気を良くするために笑ってくれたりとかしてすごい助かりました。なんかこうなんていうか、ね、緊張せずにリラックス、人がリラックスできる空気を若いけどすごく作ってくれるので。本当に安心しました。楽しかったです。いろいろ私もちょっと緊張しいなので、はい、いろいろこうなんでしょう、話してくださって本当にありがたかったです。ありがとうございます。私はいや本当にいつも見てるまんまもうそれに驚きです。いや多分皆さん思うと思いますよ。なんかこうやっぱり映ってる時っていろんな照明とかもあるし、いろんなのだって綺麗になってるけど、全然このままでも十分本当にそのまんまっていうのに驚きました。ありがとうございます。はい、街で見ても多分今田さんは今田さんしかいないと思う。ありがとうございます。いやなんかもう恥ずかしいです。ありがとうございます。温活、ちょっと今までは何でしょう、もうお水とかも冷たいのだったり、そういうのを飲んでたりしてたんですけど、最近はできるだけこうちょっと冷えてるというよりも少し温まった常温だったり、なんかこうあったかいものを選ぶようになったり、あとはこうお風呂ももともと浸かるの好きだったんですけど、なんかこう入浴剤で楽しんでみたり、なんかそういう温まるということにすごくなんかいいことだなと思って、最近はちょっとなんか楽しく続けられてるなっていうのはありますね。あとなんかやっぱなかなかこう楽しんで続けられるっていうのって結構難しかったりすると思うので、なんかそれをなんか楽しめてるのがまだ良かったなと思ってます。私は何活っていうんだろう、でもいわゆるオタ活みたいなことなんですけど、韓国のテレビ番組がすごく好きで、音楽番組はいろんな番組を毎週チェックしたり、なんかダンスの番組見たり、バラエティ番組見たりとか、なんかそういうテレビ番組を見るのをちゃんと何曜日の何時は日本でもリアルタイムで見れるから見ようとかしてます。意外ですなんか。あ、本当？はい。そうなんかもうなんていうのか、木曜日だからこの時間これみたいな、もうなんか習慣になって見ちゃいますね。はい。女の子のグループも男の子のグループも好きなんですけど、あとはラップの番組、ヒップホップの番組とか、本当にたくさんテレビ番組を見てます。はい。私は最近ドラマの撮影の劇中でぬか床、ぬか漬けで、その種ネタ種ぬか床の中のいろいろ詰まってるものの食材の一つにゆで卵が出てきて、それを食べたんですけど、すっごい美味しくて、ゆで卵って美味しいんだっていう発見がありまして、それだけでちょっとやってみたいかもって思ってたところです。なんかそれが意外と聞いたら半日とかで浸かるらしくて。はい、そのね時間の速さにも驚いて、いいなって思いましたね。じゃあチャレンジを。はい。でもね、ぬか漬けって結構大変というか、そうですね、毎日混ぜてやらなきゃいけないとちょっと面倒くさがりな私にちょっとどうかなとは思ってますけど、でもゆで卵はもう一回食べたいなって思ってます。私は。本当にさっきも言ったんですけど、運動とかが苦手で、日頃自転車に乗ることはあるんですよ。子供を乗せて自転車に乗ったりすることあるんですけど、最近子供がキックボードをやるようになったんですけど、ちょっと成長で体が大きくなってきたので、サイズがこう結構大きくなっても乗れるやつに変わったんですよ。で体重制限も今の私の体重までギリギリ OK みたいな、結構大人も乗っても大丈夫ぐらいしっかりしたのになったんですけど、この間乗ってみたら結構本当に楽で、私これいけるなと思って、これで今まで自転車で行ってたところにもこれでいけるかもと思って、結構本当コンパクトだし、持ち運べるし、うん、便利だなと思ったので、私も使えるなと思いました。はい。